今年海と日本プロジェクトに協力していただくのは、海南市藤代にあるスイーツのお店、三次の乾物屋さん。創業70年の乾物問屋野田商店が運営する乾物を使ったスイーツが人気のお店です。わかめやひじきなど太陽の光をいっぱいに浴びて栄養がぎゅっと詰まった乾物は低カロリーで、日本人には古くから親しまれてきた食材です。この乾物をスイーツにして美味しく食べてもらおうと始めたお店には、ケーキやプリンなど様々な人気の商品が並んでいます。今回三次の乾物屋さんとのコラボ商品がこちら。その名も海パフェ。お店で人気の昆布アイスや鰹節アイスに、ひじきや昆布のシフォンケーキなどなど、海の乾物の旨味を幾重にも重ねたスペシャルパフェです。乾物っていうと、もう海のね、あの乾物でいろいろあるんですけど、その中でもあの昆布とで鰹節を使った、はい、あのパフェを今回ご用意させてもらいました。アイスクリームの方にあの鰹節を練り込んだり、あととろろ昆布を練り込んだりして、でどちらも旨味があるので、結構その海の塩分とであの甘みとこううまいこと融合してですね、ちょっと甘みがちょっとあのさらにね、あの味わいが増えたりとか、もうすごいそういう相乗効果があって、もう旨味の強みっていうんですかね、はい、そういうのがすごい出てます。そしてもう一つのコラボメニュー、海の乾物スイーツセット。いずれも乾物を使ったクグロフやパウンドケーキ、クッキーやクラッカー、ラスクなど5種類の人気メニューをセットにしました。一番やっぱりおすすめは、地元の海南で採れたのひじきとお菓子の神様がある、あの下津町に木津本神社さんってあるんですが、でそこが日本で初めて立花っていうこんなちっちゃいみかんみたいな実が植えられた場所 でその実を使ったクグロフというかわいい、はい、あのスイーツがありました。それがすごくおすすめです。本当に海のねの恵みというか、乾物自体にその旨味があるので、やっぱりそういうのとあの、まあ、スイーツっていうのが、まあ、すごく合うので、はい、ぜひ皆さん一回食べてもほしいなと思います。まあ、乾物もいる海の、ね、ものがすごく地球の温暖化でもう海水温が高くなって、なかなかその海苔が育たなかったりとか、あの昆布がなかなか取れなくなったりだとか、本当に地球規模でその海の状態というのがすごく、ね、今問題になってきているので、あのやっぱりそういう環境も、ね、考えながら、もう自分たちのレベルできること、なんかゴミ拾うとか、まあ、そういうことからでもなんかやっていけたら、はい、いいのかなと思います。海と日本プロジェクト in 和歌山県は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として取り組んでいます。海と日本。